どうも皆さん、キミ F です。積みゲーをクースキャストしてカム置き去りの記憶続きをやっていきたいと思いますが、前回でグッドエンドには到達したんですね。で、あとエンディング回収したいなと思ったので、今回エンディング回収会ということでテロップを、つけるか、これ YouTube の方にも録画を上げる予定なんですけど、多分そっちには、テロップは録画には乗らないと思うんだけど、とりあえずエンディング回収中でいいか、エンディング回収中ってやっておきますか。ということで、あれですね、今回作業感を増すかもしれないんで、あとやっぱりあれですね、4つは回収してましたね、バッドエンディング7つ中。あー、どうもおはようございます。エンディングを回収していきたいと思います。で、7個あるというバッドエンディングのうち4つはやっぱ回収してるみたいで、色分けされてるみたいですね。この作者様のヒントのサイトに行ったら、ヒントっていうかほとんど攻略情報だったんですけど、で4つは回収して、大まかに分けると、受け入れる、北村愛を受け入れる、逆にこっちを殺しちゃう、なるみに体を乗っ取られる、ない詳細は分からないけど生還する、部屋を脱出してコンビニかなんかに逃げ込んで、であと3つあるっていうことなんで、そこまでは見たんですけど、とりあえず自力である程度やって分かんなかったらもう一回見るかなって感じでやっていきたいと思います。ただやっぱり分岐があるのはあれですね、この携帯画面編だと多少展開が分岐するらしいんですけど、結局エンディングには関係ないというか、エンディングが分岐し始めるのはこの部屋編になってからみたいですね。なんでとりあえずここからやっていきたいと思いますが、ただ基本的に分岐するといっても一番大きく分岐するのはやっぱり風呂に入るなり寝るなりして考えてる時みたいなんですよね。あそこでこの主人公の行動が決まるみたいなんで、とりあえず風呂に入ってみると、ここで服を全部洗ったりすると、裸編みたいなのが始まるんだよね。裸編はとりあえず後にするか。裸編のエンディングも多分あると思うんだよな。これそのままにしといて、で、あと3つあるっていうことなので、ここの辺から これが1番が、これは本当に正解なんですよね。2番だと矛盾しちゃうんですよね、今までの展開と。でもこっちにしてみるか。これはこれそうなんだけどね。そう、これも疑うようにはできてましたね。怪しいっていう。ここもちゃんと推察してくれるんだね、主人公が。ミホロね。で、ミホロを疑うルートもあるんだけど、これは正解が、なるみだったんですよね。正解じゃない方にしてみるか。で、ミホロ疑ってみるから、これでミホロを疑うルートに進んでくれるんですよね、こいつが。怖がっているものと思い込んでいる仕返しをしてやろうと。
これが本当は、なるみの例があれですね、携帯を使って北村愛が近くにいるっていうことを伝えてるだけなんですよね。ここからだな、これを見つけないっていうのにしてみるかな。見つけないでも確かに話は進むんですよね。てかそっちが正解ルートだったんだよな。グッドエンディングを見るに際しては無駄なもの行動をしてひたすらベッドを探して来させてこっちに今見ほろだと疑ってる状態ですね。外にいるやつが結末知ってるからいいけど、やっぱり怖いんだよな、こいつの言ってることも。で、そうだな、壊しちゃうと乗っ取られるんだよな、なるみに。女に渡すで自分で持っておく話が進むんだけど、こっち正解ルートに行っちゃってたんだよな、さっき。でも今ミホロを疑ってる状態なんだよな。これでこっちにしてみるか。ちょっと正解ルートに行きそうになったらそこでまたロードし直しますね。どうだろうな、疑ってる最中なんだよな今。これ確かミホロから連絡が来てんだよな。こいつも具体的なことを言えよって話なんだよな。ああ、疑ってるな。これの文章はなかったですね、確かに。ああ、この選択肢なかったもんな。いや、多分考え直すと正解のルートに行きそうだから、怪しいもん。うん、怪しいのは怪しいんです。結末見ても怪しいと思ってるもん。お前もっと具体的に言えよ、いろいろと。っていう返信をしてるんですね、今。まああれですね、具体的に何にも言わないでこれ人をビビらせて力になりたくてっていうのを繰り返してる時点でお前ももっとちゃんとしろって話なんですけどね。こいつあれなんだよな、酒飲みなんだよな。酒飲みなだけならいいんだけど、部屋が汚いし、酒も片付けてないし、それがベッドに散乱してるって時点で大丈夫かってなるんだよな、こいつも。まあ
そうなんですよね、まともな人がいないんですよね、このゲーム。まだあれが綾香だっけか、あの人がまともだったかな、電話かけた時に出た、あのいたずら電話をしてくるなって切れて、友達にも電話かけるなって切れてた人で、このエンディングですね。まあ、エンドロールはスキップして、でもうこのエンドロール後の展開でバッドエンドなのが確定するのと、あとヒントが出たりするんですけど、はあ、はい、これあれですね、オープニングと同じ文章ですね。ただこの背景の人が違うけど、人が違うっていうか、この人は出てきてないっていうか、これは女性か髪が長いけど、このゲーム男か女かもわからないようになってるからな、別の人をターゲットにしたってことか、ナルミが。あいつじゃ拉致が開かないって。で、このバッドエンドは初めて見ましたね。よし、そんじゃあ、あ、てか、そういえば、どこだっけ、どこに保存したっけ、あの、顔のやつは。これだ。こいつ誰だよ。結局こいつ誰だよってなってますね。茶髪だって言ってたもんな、北村愛は。で、まあ、北村愛が、ここにいるわけはないんですよね。あの人は生きてるから、超常現象を起こしてるのはナルミだから。でもナルミも別に髪長くなかったしな。こいつ誰なんだろうな。まあいいや。そうだな。あと、何が、推理パート以外のことでできるのは部屋の片付けなんですよね。部屋の片付けでできるのは一通りやっておくか、それとも開けると洗濯物を取り込むっていうのが出るんですよね。これもこの辺全部一通りやった方がいいのかな。これあれなんですよね、洗濯物を取り込むってやるとこれが出て、本当にやるのかって聞かれるんだよね。これあれなんですよね、あの言われるとうるさいなって思って、やるよってやるっつってんだからってなっちゃうんだけど、そのままにしておくって一回やると。でもこれ多分また取り込むってできるんだよな。あー、やっぱりできるな。どうすべかな。なんか確実に服を着てない状態のやつはあると思うんだよな。でもそれはちょっと楽しみだから後に撮っときたいんだよな。でもあとなんかあるかな。これあれかな、俺あと3つと思ってたけど、あと2つかな、5個やってたかな。ああ、違う、ちょっと見てみますね、ヒントを。多分4つは見たと思ってたんだけど、
あ、違う、5個見てる。5個見てる。そうだ、俺あれだ、最初の2枠目か、2枠目でバッドエンドに到達してるんだ。バッドエンドに到達して、だからさ、最初に到達したバッドエンドは、あれだ、殺されるやつだ。殺されるけど、ゲームオーバーにならなかったやつだ。あの、首絞められて殺されるやつ。で、あと受け入れる、体乗っ取られる、逆に、北村愛を殺す、で、通報するか。通報してもらうか。部屋を逃げ出して。そうか、じゃあ、ここ見て、で、今、ミホロを疑うを見たから、で、別にターゲットが映るってのを見たから、多分あと裸エンドがあると思うんだよな。裸エンドって。裸エンドは、あ、これ関係ないな。服を、片付ければいいんだから、まずビールの缶を片付ける。あ、そうだ、シンク片付けなきゃなのか。服だけでいいかな。服だけ片付けるか。とりあえず全部洗う。で、これで衣類はあと着てるものだけのはずだから、こいつは。生活が破綻してるから。で、これで、風呂に入るときに、洗濯物に放り込むから、このときに洗濯機を回すことで、こいつはもうあとパンツしかない状態になるから。破綻しすぎなんだよな、こいつの生活も。トイレットペーパーがない状態でしばらく過ごすって、絶対トイレ入るのに、なんでそれができるんだ。ここの推察は、普通に、正解にしちゃうとダメか。正解にしたら正解にしたで、こいつはパンツ一丁で、ババとかに協力してもらって、海岸に行くことになるんだけど。まあ、これはこっちで行くか。一切拭かないのもあれだし、あの毎回風呂入るのもって感じですかね。あれかな、ウォッシュレットだけにしとくとか、そんな汚いことする。まあでも破綻してるやつだからな。第三者ってして、で、これで危ない女がこっちに向かってるということにしたな。そうなんですよね。基本的にそもそも破綻してるんですよね、こいつの。これあれかな、すごい昔のシャレコアとかを彷彿とするんですよね。このミホロが強い感、なんか具体的に教えてくれないけど、なんかの能力者っぽいって感じも。で、そうするとシャレコアだと師匠シリーズってのがあって、で、その師匠シリーズのに出てくる、まあ、師匠っていうやつが霊能者っていうか、そこそこそういう人だったんですけど、その語り部の主人公は普通そういうのってホームズとワトソンだったらワトソン側になるはずなのに、そいつが破綻してたんですよね。生活が破綻してたっていうか、師匠シリーズを続けるのに大学生って設定だったんですけど、大学生活が長くないと続かないから、そいつずっと留年してたんですよね。それも授業に出ないから留年したとかじゃなくて、なんだ、最初に、その授業を取るところとかを忘れてて、
留年するとかそういう留年の仕方してたんで、オマージュかな、考えすぎかなそれは。これうまいですよね。これあれ留年してましたね、ご存知ですか。あの留年するって描写が記憶にある限り2回ぐらいありますね。師匠シリーズってあのシャレコアのやつだと一番最初にその師匠が精神が崩壊してる姿をが出てくるんですよね。ほとんど最初の1話目かな。それが大学にいる時なので、それを崩さないためにはみんな大学生でいなくちゃいけないので、ずっと留年してるってしたんでしょうけど、なマサルさんのマチャヒコみたいなことやるなよって思いましたけど、これは玄関に行くべきなんだよな多分。玄関に行く、携帯を見つける、これで多分逃げなきゃいけないっていう話になると思うから、これこの鍵の閉め忘れを気づかせられるかと思ったら気づかせられないと思うな。ドアガードは閉められるんですけどね。逃げる。包丁は取るべきなのかな。包丁取れないか。今ベランダでいいのかな。雨降ってる中こいつ突っ張ったからベランダにいいんだよな今。この選択肢も本当はあれかな、すぐ出るみたいなのを用意するつもりだったのかな。ここで選ばせないとちょっと不自然ですもんね。あんまりそういう分岐が多くなりすぎても面白くないかってしたのかな。ああ脱出することにしたな。で素っ裸なんだよな今。あーコンビニ来たな。ここまで同じだな。あーあーやっぱ変わったな。この辺はかまいたちによるっぽいんだよな。今のこのゆっくり出る感じも、こいつたまに本当にそんな感じになるんだよな。あーでエンドロールか。とりあえずこれは飛ばしますね。ずっと心臓がドクドクいってるこの人。で逮捕されたと。あの逮捕されたやつもあれですね、相手殺しちゃった時と同じ終わり方だったんだけど、全く同じシーンだけど全く
展開が違うっていう使い方するのは面白いですね。これで一応全部見たと思うんだよな、エンディング攻略サイトっていうか、この作者さんの攻略ヒントのところ今確認してみます。色分けしてるんですよね。イエローバッドエンド、スカイブルーバッドエンド。イエローバッドエンドって今見たやつだな。変質者として逮捕されるってなってる。スカイブルーってのがあれか、服着た状態でコンビニに駆け込んだ場合か。これは見ましたからね。グリーンバッドエンド、行方不明になった女を切りつける、これ見ましたね。これ女を切りつけても今のパトカーのサイレンの音で終わるんですけどね、全く逮捕されてる理由が違うからな。レッドバットエンド、同情して受け入れ、あ、これ見ましたね。女を受け入れる、あの、なるみからしたら、あの、身代わりになったっていうやつですね。で、ブルーバットエンド、あ、憑依される、あ、そうですね、これ見ましたね。オレンジバットエンド、女に首を絞められ、あ、これ一番最初に見たやつか。これを忘れてた。で、パープルバッドエンド、あ、ターゲットが変わりバッドエンド、そうですね。これさっき見たやつですね。じゃあ全部見たな、これで。はい、ということで、カウン置き去りの記憶、もうグッドエンドもバッドエンドも全部見たということでね、積みゲーとしては、積みゲーとしてはっていうか、もうほぼこれでやり込んだろ、もう積みゲー消化しましょうということで、終わりにしたいと思います。ただちょっと時間が、そうですね、3つあると思ってたんだけど2つしかなかったか。まあ、あの、極端に短い枠にならなくてよかったかな。普通にやったら1枠分か。ああ、どうもありがとうございます。いや、面白かったこれ。全部やろうっていう気になって面白かったな。なんでしょうね、こう、ティラノスクリプトがこれで作ってるの、ティラノスクリプトでこんなことできるんだっていうのいっぱいあってよかったな。電話でノベルゲームでいろんな人に連絡してっていう、のだと、公衆電話ってのも面白かったですけど、これも面白かったな。公衆電話も確かフリーゲームなんだよな。これもフリーゲームなんですよ。はい、では、この枠はここで終わりにしたいと思いますが、ちょっと早いので、そうだな、次の積みゲーやろうと思ってたやつがあるので、そっちもやってってやるかな。ただこの枠は一旦ここで終わりにして、で準備して始めるので、もしかしたらまあ何分かかかるかもしれないですけど、ああ、そうですね。前半パートこれですもんね。この、携帯電話の画面っていうね。これ、ウィンドウの形も固定で、この、スマホっぽい縦長のウィンドウなんですよ。で、後半に行くと、この、部屋を移動しまくるやつが始まるっていう。これ、一回、あれですね。ゲームが、強制終了してもう一回開くと全く展開が違うとかも良かったですね。やっぱあれだな、ここはどこの箱庭じゃを思い出すんだよな。あ、オフラインってゲームもあったな。本当にそれはここはどこの箱庭じゃにそっくりのゲームだったけど、パソコンの画面だけで話が進む、それもフリーゲームですね。あれも面白かったな。はい、では、ここで一旦終わりにしたいと思います。で、まあ、何分かで準備できると思うんですけど、よろしかったら、そのままお待ちください。ではお付き合いいただきありがとうございました。